もう明日から来ないでいいよっていう感じで、あれ俺どうやって生き残ったみたいなぐらいに、もう必死、僕は行っていいんでいいのかどうかみたいな話をそこですいませんでしたら、うん、まあ、先輩からだったら、もうお前もう入ってんだろうみたいな感じで言われて、全国高校サッカー選手権でスタメンに抜擢されるんですよね。あの1ヶ月がないと多分今はないなっていう感じ。内部進学で桐蔭学園高校に進学されますよね、うん、はい、当時サッカー推薦組と練習参加で認められた選手以外、入部がこう許されなかった時代だったんですよね。それはどっちで入ったんですか。僕は練習参加組ですよ、もちろん。お、練習参加して認められた。同好会とサッカーの A チームっていうのがあって、要は特待組ですわね、はいはい、特待組はだから1学年は10人弱、はい、全国から、全国から10人、自分の代では全日本ジュニアユース代表でしょ、はい、関東選抜、はい、神奈川県選抜、はい、東海選抜とか、みんなそういう肩書きがあって、中学の時にサッカー部が全国大会に行って、はい、長谷部さんの代に、はい、いやすっげえかっこいいなっていうのもあって、よっしゃよっしゃ高校行ったらなんていうふうに思ってると、中3ぐらいの時にどうやったらサッカー部入れんのみたいになって、はい、でそれがもう年末にこのまま上がると上がるなんか同好会しかないらしいぞみたいな感じの話になって、うん、こんだけ毎日、まあ、サッカーボールとね触れ合ってきた中でそれは厳しいっていうので、練習とかどうやったら入れますかって話をリーさんに言いに行って、はい、すっごい穏やかにね、はい、ああいいよ明日から練習着なよって言ってもらって、はい、おなんか優しいみたいなでさ、はい、ドキドキしながら翌日に行く、はい、ワンプレーツープレーぐらいで、はい、あもう明日から来ないでいいよっていう感じで言われるチームメイトがいて、はい、そっから先はもう記憶の断片ですよ。もう自分の中で、あれ俺どうやって生き残ったみたいなぐらいに、もう必死、その緊張感が違う、だから集中力というか、うん、その練習中のその先輩たちも当然言われてるわけですよ、はい、それ何指摘されるのみたいなプレーばっかだから、あれどう、うん、何が悪かったんだとかっていうのを、はい、人が何か言われてるのとかめっちゃもう聞き耳立てたし、全てを研ぎ澄ました感じになってたと思う。今までやってた練習って何だったみたいな感じだったかな。それが中学3年生の時、中学3年、うん、でなんとか入部できるってことになったんですよね、はい、そうですね。それはどうやって言われるんですか。で春休みに遠征があるってなって、はいはい、で自分はまだ練習生だと思ってたから、はい、僕は行っていいんでいいのかどうかみたいな話をそこですいませんでしたら、うん、まあ、先輩からだったら、もうお前もう入ってんだろうみたいな感じで言われて、あそうなんですかっていうのですごい嬉しかった。まあ一応認められて入ったってことに、入部してるんだってことに、チームの一員として認められてると。うん、それは何人残ったんですか、その練習組。僕だけです。うわ、今振り返ってみて何がそれをで認められたんだと思いますか。いくつかの要因があると思ってるんですけど、はい、まあ、一つは一回監督と、その監督がマンツーマンでボールワークのボールを投げてくれた、はい、でその時にまずキックの質、はい、ボールタッチの質のところでボールの芯を捉える技術があるってことと、うん、プレーで必要な要素でステップワーク、いいステップワークを持ってるかどうかっていう話で、うん、なんとなくそれが見てできたの、ね、うん、で、まあ、今まではボールを扱うイコールどんな意味があるっていうか、あんまりそんな深く考えてなかったんだけど、はい、そういうのをポンポンポンと言われたのに対して、なんかあこれもっと上手くなれるなみたいな感じで思って、今まで一人でずっとボール蹴ってたものがなんか生きた技術になるし、何のための技術なんですかみたいなのが、なんかそこで結構バチーンとはまったような感覚があったんだけど、うん、まあ、要はその数日間、最初の1週間ぐらいのところで監督は見て、一歩一歩でも成長していくっていう、なんかそういうものが見えたんじゃねえかなというか、
それこそ運動能力低い方だから、うんうん、それもあそんなのとか足も速くなかったし、うん、バネもないしっていう中でよく残してもらえたなというのは、うん、そういうところを自分だったら今は大事にしたいかなと思う。いやこれ僕すごく大事な観点だと思っていて、なので今日結構ここの部分長く僕聞いてるんですけど、うん、能力がその高い低いって当然その時の成長ってあるじゃないですか、はい、身体能力もあるし、うん、でも言われたことに対してチャレンジしてみたり、うん、失敗しても何回もトライする、いつか必ずそのゴールに到達するとは言わないですけど近づけるじゃないですか、うん、なんかこのあたりをもしかしたらリーさんが見てたのかもしれないですよね、うん、こんなに何もサッカーを理解してない子が、うん、ひとまずボール蹴るのはまあまあやるなみたいなので、うんうん、その背景をもしかしたら考えたかもしれないし、こんなことやってきてんだろうなとか、うん、あの高校時代にミッドフィルダーからディフェンダーにコンバートされるんですよね、うん、そうですね、これコンバートされたきっかけとか覚えてますか、はい、きっかけっていうか多分最初に出た試合がもうサイドバックです。あ、そうなんですか、はい、守備は好きでしたか。やったことない。もともとは中盤の選手。もともとは一応フォワードです。フォワードだ、はい、そこから急にサイドバックですか。僕らの年齢はキャプテン翼とマラドーナでやっぱ育ってきてるんですよ、はいはい、なのでキャプテン翼くんがフォワードの時はみんなフォワードです、はい、で中学に上がって彼がミッドフィールダーになるわけですよ、はい、みんなミッドフィールダーです、はい、っていうような時代の背景で、だから守備はあんまりというか本当に分かんなくて、はい、ちょうどいわゆるクラムジーみたいな感じなのかな、中学入って、はい、あのより動きがちょっと緩慢になったような時に、うん、もうチンチンにされてたね、はい、あのチームメイトにも、はい、最初の春休みぐらいに、まあ、高一成り立ての時に新中さんの選抜チームみたいなのと練習試合して、はい、けっちょんけっちょんにやられましたね。また抜かれ高校生なのに、はい、もうで相手はもうそれこそ読売クラブジュニアユース、あー、そういうことですね。自分のサイドだけもうボロボロに抜かれて、それがきっかけでこう守備の研究したとかあるんですか。守備の研究っていうよりも練習の中でもう自分も悔しいからどうやったら守備がっていう時に、うん、ちょうどそのB さんの練習で東院学園で1対2の守備をやるのね、はい、取れないのよ。取れないですね。行ったらはだかれる、はい、かわされるで、はい、いつ足出すんだみたいな話になって、うん、いつ足出すんだろう、うーん、考えたこともないね。本能的に取りに行ってるから、はいはいはい、でそこでまあその時に言われたのが、相手の足からボール離れた時じゃなきゃ取れねえだろ、うん、基本的には、はい、だからそこを当然狙う、コントロールミスのとこを狙う、うん、もしくは出させて取るんだっていうふうに言われた時に、うん、出させて取るっていうのが、はい、自分の頭の中でなんかすごい残って、うん、で先輩で松川さんって方とか、うん、渡辺進さん、はい、で山田拓也さん、はい、特にその時に松川さんと進さんが 2-1 でプレッシャーかけて、はい、出されてから行けばまた遅いんだけど、はい、出させる、でそこでボールの移動中にギュッと寄せて、はい、次のそこで届かなくても次のコントロールを誘って取るみたいなの見て、うん、出させて取るってなるほど、かっこいいってなって、へ、自分の中で最高にハマったフレーズ、うーん、うん、そこからそういうことをちょっとずつ意識してやっていったって感じ。森岡さんやっぱりこうクレバーな選手っていうイメージがあると思うんですよ皆さん、うん、まさにその通りだなっていうか、だから結局それを言われた時にどれだけ理解できるかもそうですし、うん、まあ、逆にそれをこう素直にこうやるっていうこの力もすごく大事だなって思うんですよね。素直に慣れたのっていうのはやっぱり自分がもう本当そのチームです最底辺どころか、うん、もうそれこそ入部してるけどもういいよ来ないでっていつ言われるか分かんないっていう状況もあったと思うとにかくサッカーをもうやるからにはもう徹底的にやってやるっていう感じで入ってたのは毎日必死だったね、うん、でもそんな森岡さん高校1年生の時に全国高校サッカー選手権でスタメンに抜擢されるんですよね。出ましたよ、はい、これなんかきっかけあったんですか、ポジション使う見とる。決勝が終わった後だ、予選の、
決まった次の時のミーティングだったと思うんですが、はい、グラウンドで選手権ではいきなりだよ、監督がもう選手権ではリューズを使う、はい、一瞬本当に本当にもうシーンとしたよ、はい、みんな止まったん、何言ってんだみたいな嬉しいはなかったね正直、それよりもどうしようだね、だってもう3年の最後の大会とか、はい、今までレギュラーでやってる人と、はい、何よりも自分がまだそんな恐れ多いっていう意味で思ってたから、うん、まあ練習がだから怖かったね、毎日ワンプレーワンプレーが怖い、ミスしないようにミスしないようにって思えば思うほど力入るじゃん、うんうん、力むじゃん、はい、ミスじゃん、はい、でどん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 負のループになって、はい、そのプレッシャーに、まあ、勝てなかったですよ私、で勝てなくてもうリーさんのとこに行って、はい、無理ですと外してくださいっていうようなことを言おうとしたんだけど、はい、その時にリーさんからそのお前は 100% やってるつもりかもしれんけど、うん、お前の 100% なんてこんなとこで、うん、俺の求めてんのは全然上だ 100%、はい、同じ100でもね、うん、どうやって埋めるこの差を、うん、って言われた時に、まあ、それも結構自分の中ではもう人生においてというかなんかこう衝撃的な、同じ 100% でも人の見方によっては違うんだっていうのはスパーンときたワードだったし、自分のことは自分で評価をしがちだけど結局人から見てね人の評価、ただねその時にすごい深く考えたかっていうよりもポーンときて、あまだ頑張っていいんだって感じかな、まだ頑張らせてもらえるんだっていうところで、まあミスったらはい、その分頑張ろうというか、うん、そういう気持ちになった瞬間にすっごい軽くなってプレーがポジティブになった、うん、要は後ろ向きでバックパスじゃなくて、うん、前向いていって取られても前ボールのスローインですみたいなのが増えて、うん、で先輩からもいい声ももらえるような、うん、で最終的に選手権には出れたんだよね、うん、選手権ちなみにどうだったんですかその時は。 PK で国見に負けました、うん、終わってもう放心状態よねこっちはね、なんかもう今までにないぐらいに凝縮された1ヶ月ぐらいだったから、はい、重ね重ねだけどあそこで使うぞっていう風に言われてから、うん、あの1ヶ月がないと多分今はないなっていう感じ。大きなそういった意味で環境の変化があった桐蔭学園、うん、桐蔭高校時代だと思うんですけど、高校時代振り返っていかがですか。いやもう充実の一言じゃない、うん、すごい幸せなことに友達とかにもいい友達に恵まれたと思うし、先輩サッカー部の先輩にもいい先輩に恵まれたし、うん、で自分のサッカーっていうところでは圧倒的にいろんな今までやってきたものを生きたものにしてもらえた3年間だったと思うんで、もちろんねしんどいこといっぱいありましたよ、うん、全部がその自分にとってはいい形で次につなげれることができた経験だから。そして高校卒業後鹿島アントラーズに加入されますけれども、はい、これはどんなきっかけで加入されるきっかけ。インターハイ終わった夜に監督に呼ばれまして、はいはい、お前プロ行くか大学行くか、はい、3日で決めろって言われて、はい、3日、まあもう少しでも上手くなりたいっていう思いがあってやってきたから、それでもう完全にもうプロっていうところにスイッチがバーンと切り替わった感じかな、はい、そして2年目のシーズン途中で清水エスパルスにこうレンタル。一番楽しかったシーズンっていつって言われたらあのシーズンなんだよね。自分が上手くなってる実感が半端ない、練習場に行くの楽しくてしょうがなくて、